皆さんこんにちは、ラバーラックです。水平儀、それは存在は知っているものの実際に見ることはほとんどない土の子のような存在です。今回はこの水平儀をワークショップのアイテムを使ってあなたの飛行機にもつけてみましょう。はい、ということでやっていきましょう。今回も遠隔操作の回と同じくワークショップアイテムを使っていきたいんですけれども、今回使うワークショップアイテムはマーカーズ6223のワークショップアイテムです。下の概要欄からダウンロードできるのでぜひダウンロードしてください。で、今回はこの方の、ものを使うんですけれども、まあ普通に他の方のも使いたいという方いらっしゃいましたら、まあ基本的には、今回、お教えする内容で同じようにできるので皆さん試してみてください。で、一つ注意なんですけれども、この、水平儀は、英語ではアーティフィカルホライゾンという名前になっています。なのでそれで、検索していただくと出てくるんですけれども、この水平儀に関してはですね、モニターのサイズが結構決まっていたりします。で、今回ご紹介するものは 2×2 に合う、この 2×2 モニターに合う大きさの水平儀を出せるものになっていまして、それぞれですね、ワークショップアイテムによって他のサイズ 1×1 であったり 3×3 であったりと、そういって、まあ決まっていたりするので、そこいらちょっとチェックしながらダウンロードしていただいて、自分の飛行機に合うものを使っていただければなと思います。ということでやっていきましょう。はい、ではまずパーツ集めていきたいと思いますが、パーツはですね、今回センサーズ使っていきます。センサーズの中からチルトセンサー、こちらはですね、以前スタビライザー付きのカメラを作った時に、使ったものです。それに関しては下の概要欄から動画見ていただければなと思います。はい、次ですね、次はリニアスピードセンサー、これは、速度を測るもので、まあ昔からよく使っていますね。もしわからなかったらこれも下の概要欄から、見てください。はい、そして次、これは初めてかな、コード計、まあ簡単です。まあコードを表してくれます。メートル単位で、出力してくれるものです。はい、その後にですね、ワークショップのマイクロコントローラー、一番下のところからですね、はい、これ、はい、フルリーカスタムアーティフィカルホライゾンと書いてありますね。こちらを、用意しておいてください。今回サブスクライブしたものですね。はい、で最後にモニターですが、今回は 2×2 使うのでこちら用意しておいてください。はい、こんな感じですね。はい、ということで組み立てていきましょう。目の前にあるのは、まあ、飛行機を模した何かです。なので皆さんは普通に飛行機につけていただければいいと思います。で、はい、つけていきます。で、まずチルトセンサーからつけていきます。チルトセンサーはですね、3つつけます。で、場所はどこでもいいんですが、向きに注意していただきたいなと思っています。なのでよく聞いておいてください。まず1つ目はですね、1つ目は前向きにつけます。機体に向かってこうですね、前向きにこうつけます。はい、進行方向側ですね。で、もう1つなんですが、もう1つは上に向かってつけます。こんな感じです。で、最後のもう一つは、はい、左に向かってつけてください。これ基本的に決まり事になっているので皆さん覚えておいてください。この水平儀を使う時の決まり事ですね。チルトセンサーは前、上、そして左を向くようにつけていただければなと思います。で、この矢印が出てないという方は、この右側のこの矢印方向を押していただくと出るので、皆さん気をつけてください。はい、あと2つなんですが、リニアスピードセンサー。これはもう本当、皆さん簡単ですよね。ご存知ですよね。もしご存知ない方は、下の概要欄、スピードセンサー、速度計の付け方みたいのを見ていただければなと思います。この2つに関してはもう本当どこでもいいんで、どこでもつけちゃってください。コード系とリニアスピードセンサーですね。どこにつけてもほぼ変わりはありません。ということで、つけました。はい、つけましたね。で、最後に、モニターをつけてください。はい、モニターをつけます。ちょうどこうですね。はい、モニターつけました。はい。
これで基本的には、できたという感じですね。次、マイクロコントローラーつけていきたいと思います。これも皆さん機体のどこでもいいんでつけてください。今回わかりやすいのにちょっと話しておいておきます。はい、こんな感じですね。はい、ほぼできました。ほぼ完成と言っていいでしょうかね。はい、続きまして配線です。配線つけていきたいと思います。で、今から言うことを皆さん聞いておいてください。このチルトセンサーに関してちょっとだけ癖があります。はい、3つつけましたね。前、上、左なんですが、まず前の方をどこにつけるかなんですけれども、前についているのは、これ、ピッチですね。ピッチに向かってこう伸ばしてください。はい、こうですね。で、次、上を向いてるやつ。上を向いてるやつはトップに向かってこうつけておいてください。はい、そして最後ですね、最後この左についているのはロールに向かってつけておいてください。はい、ここで難しいところは終わりました。はい、あとは簡単です。あと高度計とリニアスピードセンサーありますね。こちらはですね、まあ簡単にここスピードって書いてあるので、リニアスピードセンサーはスピードの方に、そしてあと残ったアーティトゥード、これは日本語に直すと高度ですから、普通に高度計にこうつけておいてください。はい、できました、できました、できました。はい、あとはですね、まあこのモニター電源オンオフしないといけないので、はい、ここどこでもいいですね。私だとホットキー1につけるか、あるいは占有につけちゃいますかね。はい、つけてください。はい、そして次ですね、次ここ左側の一覧からコンポジット電力、そして次ビデオのところに向かってください。はい、ビデオ向かうとこんな感じになってますね。なのでこの先ほどのマイクロコントローラーからモニターに向かって伸ばすと、これだけですね。はい、できました。あと電力はつける方はつけておいてください。はい、こんな感じですね。はい、一応完成です。では出してみたいんですが、これは説明のためなんで実際の飛行機に私はつけたいと思います。はい、こちらにあるのは懐かしき軽トラックを改造した飛行機ですね。また使う日が来るとはって感じですけれども、やっていきましょうか。はい、こんな感じですね。では乗り込むとこういう感じです。はい、きちんとね表示されてますね。で、左側が速度、そして右側が高度になってます。で、速度に関してはですね、飛行機なのでノット表示になっています。ノットですね。はい、で、右側は普通にメートル表示になっています。海抜11メーターということですね。で、水平を保った状態だということです。はい、では出発していきましょう。久しぶりの飛行ですね。飛ぶでしょうか。はい、ゆっくりと動いていきます。さあ、結構まあ安定してこれは作ったので簡単に飛ぶでしょうが、いかがでしょうか。さあ、テイクオフするか。はい、テイクオフ。ああ、綺麗だ、綺麗にテイクオフしましたね素晴らしいと思います。はい、こんな感じです。で、テイクオフしていると、はい、もちろん、はい、スピードが上がったり高度が上がったりしてますね。そして水平儀の方はもちろん、はい、上に行くとこんな感じで、左に行くと右に行くとみたいな感じですね。はい、きちんと反応してくれているのがわかります。こうすることによってかなり飛行機クラフト進化したんじゃないですかね。皆さんこうやって、はい、飛行機にこういうものがつくだけでちょっとね、本物の飛行機っぽくなりますよね。軽トラックには見えないですよね軽トラックには最初から見えないかな。はい、飛行機が空を飛んでいます。これでまあ景気飛行みたいなのもできるようになりますね。夜間とか、まあ前見えないと山にぶつかるんですけどこんな感じできちんと空を飛ぶことができるということで、わあ、すごいですね。はい、うまくいきましたね。皆さんもぜひね、自分の作った飛行機に取り付けて遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでラバーダックは今回は水平儀の付け方ご紹介しました。皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。